はい、皆さんこんにちは。11月27日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムです。MC は新平です。よろしくお願いします。お願いします。はい、月曜レギュラー立花ゆりかさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかね、1ヶ月ぶりぐらいですよ、多分会うのですか。うん、そう、先週そんなことない。2週間ぶり、2週間空いたよね。11月だもんね。あ、そうだ、6日以来だよね。あ、そうですね、うん、やっぱりね、なんか小松とかさ、まあ別に細井さんには申し訳ないんだけどさ、うん、細井さんとさ、男だけでやってるよりはだいぶっていうかさもう比べ物にならないよね、そこはね。やっぱね、絵的にしかも別にただのね、女子社員とかじゃないわけじゃないですか。タレントさんだからさ、もうね、素晴らしいよね、やっぱりね。いや あ、そうそう、あれ見たわ。イースポと、はい、そのあのお台場のやつの、東京イースポーツフェスティバル、そう、イースポーツフェスティバルのそのバカリズムさんと、はい、課長の対決のやつ見ました。めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。いや、すげえ面白かったんだよな、あれ。本当1時間ぐらい。そうこの時のね。そう、有野さんとは別で対決してて、懐かしのゲーム、ファミコンゲームですよね。五番勝負っていうやつでやってたんですけど、はい、めっちゃ面白かった。課長がまあ下手なんてね、やっぱね。ストツーとか、ストツーあんなにやってたんだけどな、すげえ課長やってたんだけどな、ストツーダルシムって。本番に弱かった。そう。ね、バカリズムさんの、ま、あのエドモンド本田がすげえ強かったですよね。うまいんですよね、まずゲーム。うまい、ね。ゲームセンスあるから。いやー、あ、行った人いる。ああ、おー、行った人いるんだ。へえ、そうなんだ。アリの課長人気すごかったですよ。いや、すごいよね。あれよかったね。俺もタオル欲しかったもん、あれ。あ、グッズね。グッズ、うん、あれタオル欲しかった。なんか通販やるらしいんで。あ、本当。パワープロは何かやったんですか。さっきの写真にありましたけど。そう、パワープロの、はい、ま、東京大会みたいな。ああ、はい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 、ありますね。そうです、そうです。僕もアプリのやつはやってるんで、たまにあるよね、なんかね、東京大会お知らせみたいな。なかなかあんまりその現地に行ったことがないんであれですけど、うんうん、はい、盛り上がってました。そうですか。パワープロもどんぐらい来たのかな、人。でも計どのぐらいなんだ。2日間まあね、いろいろやってたんで。だって、あの、雨降ってたよね。降ってましたね、初日。それでもすごい人来てたよね、うん、はい、お台場に。雨の中なんか、あの、対決をご覧になってた人たちもいましたもんね。いました。あれね、はい、これは何。これが、はい、この前のワレポンですね。ほうほうほう。ワレメデポンの現場で、はい、なんと、うん、初登場、初優勝、東国原英夫さん。東さん強いんですか。でも実際ほぼ40年ぶりに打ったっておっしゃってたんですよ。 それでもやっぱり優勝したので、はい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 、まあ、なんだろう、運が溜まってたのか。すごいね。ハイパイも良かったみたいで、はいはい、なるほど、そうなんだ。同じ服だ、今日。あ、同じ服なの、それ。同じ服でした。おしゃれですね。あんま意識しなかった。これって衣装なの。全部私服です。私服なの、はい、すごいね、私服でこれ着る。着てますよ。私服が衣装で、衣装が私服なんです。あ、そう、すごいっすね、はい、おしゃれだね。本当に思ってます。思ってる。ありがとうございます。腕細すぎじゃない？私これ今日の服だと余計着やすいです。着やすい。ここが細すぎない？これ二の腕が。二の腕じゃないよね、もうそれね。本当。ありがとうございます。これは二の腕です。多分前ぐらいしかないと思う。ここぐらい。ね。俺もでもそんな腕は太くはないんだけど、うん、そうなんだ。へえ。これは、ここ取れるんですよ。あ、取れるんだ、はい、お洗濯は普通にできます。はあ、はあ、天日干しするぐらい、はい、いつもそうなんですか。いつも私服。全部、どの現場も全部です。あ、そうなの。買い取りしてるとかじゃなくて。全然すごいね。普通に店で買うだけ。あ、それはどうなんですか、そのインスタとかでこう、うん、ちょっとあの告知とかしてないんです。こんなお店の、あ、それステマになっちゃうやつか。選手とかだと、どこどこさんからお洋服いただきました。いや、やるよね、やるよね。まあ、タレントさんとかよくありますよね、そういうのもあります、うん、もちろん。あ、あるのね、うん、ご協力していただいてるところとかありますけど、はいはい、基本は全然普通に買って着てるだけ。まあ、まあ、サッカーが多いからさ、うん、今日はまあ、本当にサッカーの試合っていうかね、面白い試合が多くて、もう大詰めですもん、全部が、うん、全部面白いというか、今もやっぱね、ちょっと J リーグだね、やっぱ日本のサッカーでしょ、うん、この時期は。申し訳ないけど、うん、
あの海外はもちろんね、あのビッグマッチもあるんだけれども、まあ、基本的にはね、日本の試合がやっぱ面白かったんで、そういう話をしていこうかなと思ってます。はい、今日は何でしょうか。何でしたっけ、はい、本日は ACL は J リーグはどうなったの週末サッカーをお届けします、うん、はい、この番組はニコニコ生放送 YouTube ペリスコープで配信しています。 YouTube どうですか、結構増えた、ま、た9000人台。おおすごい、1万、10万までいくと盾がもらえるんだよね、ここに飾ろう。もらえるんだ。 YouTube、 Google か、から盾がもらえる。そんなのあるんだ。 YouTube の銀色の盾がもらえるんだよね、うん、はい、まあ、まだ10倍。そうそう、全然、 全然でしたね、うん、いろんなとこお取引先さんでゲーム会社さんとか行くと見る。あ、うん、そう、ゲーム会社さんとかの受付とかによく飾ってあるのをね、目指せ10万人、はい、ということでまずはねそこかなっていうふうに思いますんで、頑張りたいと思います。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。お願いします。それでは今日もハーフタイムスタートです。よろしくお願いします。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。あとたった9万だって。でもね、多分ねこれね、みんな成長にびっくりしてると思うよ。多分僕もねこの間見た時あれ 5,6,000 じゃなかったっていうぐらいの、うんうん、ね、ここにコメントにも 4,000 だったとかさ、あれ 7,000 ぐらいじゃなかったとかって言ってる人もね多いですからね。確実に増えてる、ね、増えてますね。素晴らしい、はい、ありがとうございます。それでは本日はニュースですか、はい、お願いします。まずはリーガ首位攻防戦はドロー決着、うん、メッシ幻のゴールは認められず。はい、あれ出たニュースですね。ニュースね。はい。はいはいじゃねえよ。はいはいじゃねえよ。はいはいじゃねえよ。ということで、はい、リーガエスパニョーラでは、ラリーガではですね、13節でバレンシア好調でしたよね。うん、と、バルセロナが、対戦してます。1対1で、バルサは82分にジョルディアルバがゴールを決めて同点に追いつくというような展開になりました。バルサはこの前が CL イベント戦だったんですけど、うん、はいはい、メッシとジョルディアルバを休ませてこの対決に挑んだ。なるほど、リーグちょっと、まあ予選リーグだからね、 CL はねもうね決まってるしね、ある程度ね、はい、っていう感じになってます。まあ引き分けなんでまだまだ優勝争いというか、まあまあ序盤ではあるんですけど、勝ち点をね、うん、バレンシアとしては離されずに、いけるっていうことで、はい、ついていけるということで、この後も、注目かなというふうに思います。それから他のニュースで言うと、アトレチコですか、はい、これ関連ニュースとかに出るんだっけ、出ねえのか。アトレチコが、レバンテに、はい、ね、5発対象ということで、グリーズマンが2点で、グリーズマンってこの間まで2点しか取ってなかったんだよね、シーズンでね、うん、うん、めちゃめちゃ叩かれてました。そうだよね、乗ってきた。そこでね、1試合で2点ということで復活なるかというところになってくると思いますけれども、はい、オンゴールガメイロの2点、グリーズマンの2点ということで、5-0 の完勝ということで、はい、次がレアルソシエダとの対戦ということになってます。それから、ロナウドか。そうなんです、はい、うん、危なかったんですPK 蹴って、はい、PK はピッキーパーに止められて、はい、それを押し込んで、うんうんうん、ようやく、なるほどなるほど、なんとか、はい、ね、ロナウドが、今季2点目だったんですね、はい、やっと、マラガに競り勝つという形になっています。はい、まあどうなんだろうな、どうなんだろうね、ここに来てさこんだけ点取れないってさ、ロナウドってどうなるんだろうね、これから。まあ、点取れなくなるとちょっと、まあ、取ると思うんですけどね。いや、なんか今までのペースがおかしすぎて、まあそうなんだけど、メッシはまだほら決めてるわけじゃん、うん、それで言うとついにロナウドもちょっと衰えがあるのかないのかっていう話とか、どうなんだろうね。どうなんですかね、メッシも12点取ってますからね。まあね、そうだよね。うん、まあでも出てなかったしね、確かに開幕、うん、出てなかったし、まあロナウドって今何歳、86年生まれぐらいだっけ、31、ね、そうだよね、メッシの方が下だよね、だからね、メッシが2個下かな、うん、そうだよね、だからメッシの方がまだっていう感じではあるんだよね、
難しいとこだなこれはな。ちょっとこの後、うん、まあクラブワールドカップもありますから日本には来ないですけど残念ながら、はい、ちょっとその辺もね注目したいなというふうに思います。はい、一応リーガの順位表出てますけれども、レアルは4位か、勝ち27ということで、バルセロナとバレンシアが勝ちの1ずつしか詰めなかったので、まあ、差が少し詰まった感じですかね。3位4位っていうところと、という感じになってます。で下位はマルアがラスパルマスアラベスという感じになってます。ヘタフェは12位か今、うんうんうん、いい位置じゃないですか。はい、間違えた。エイバルは、勝ったのか、うん、エイバルは14位ということで、まあまあまずまずかな、うんうん、っていうところだと思います。なんかね噂がありますよね、ヘタフェとかもね、選手を獲得するとかしないとかっていうね、うん、ありますけれども、はい、という形です。次行きましょうか。はい、続いてプレミアニュースです。逆転勝ちのマンチェスターシティ、驚異の公式戦18連勝、アーセナルはサンチェス弾で劇的勝利。はい、プレミア第13節のニュースです。なるほど、18連勝そうね、すごいね、なんだそれ公式戦18連勝、まあだから、カップ戦か、カップ戦とかも含めて勝ってるってことだよね、うん、はい、リーグ戦は13戦無敗と、無敗っていうか13戦全勝ってことか、うん、あっていう感じになってます。はい、これはどうなんだろう、今までってあったのかな、シティってそんなに勝ってるってこと。いや、記録ないよね、シティだったらね、多分ね、チーム記録っていうかクラブレコードになっててもおかしくないよね、うんうん、シティのユニやっぱ結構かっこいいよなこれな。かっこいいですよね、うん、水色がシンプル。昔はなんか全然ユナイテッドの方がかっこよかったんですけどね、うん、なんか結構ここ数年はかなりシティの方も洗練されてるっていうかかなっていうふうに思いますけど、はい、アレクシス・サンチェス、あ、じゃない、これは違った。アーセナルはアレクシス・サンチェスの PK で、勝利ということになってます。はい、はい、順位表出ますか。はい、はい、シティが、まあ、勝ち点37ということになってます。ダントツの、はい、あ、13戦全勝じゃねえのか、18試合の中にもうリーグ戦は始まってるのか。そうですね、そういうことだね。はい、という形ですかね。はい、それから、あ、サウサンプトンは4対1の勝利ということで、吉田麻也選手は86分からの出場ということでちょっと出番が少なかったですね、うん、はい、それからユナイテッドも勝ってるんですけど、ユナイテッドも勝って、チェルシーは引き分けか、リバプールとチェルシーが引き分け、アーセナルは勝ちなんですけど、まあ、シティが、まあ、あまりにも強いんで12ポイント差3勝差離れちゃってます、うん、はい、レスターは引き分け、ね、ウエストハム相手だったんで勝ちたかったですよね、うん、ここは岡崎選手はね、はい、岡崎選手は出番なしということで、うん、これどうなの使い方ってよくわかんないよね、なんか持ち上げたり持ち上げなかったり、まあ、持ち上げたり持ち上げなかったりはまあまあ結果だからしょうがないんだけど、うん、継続的に使ってもらえないとなかなか難しいと思うんだけどなーっていう気はするんだよね、うん、はい、下位はウェストハム、スウォンジー、クリスタルパレスがの3チームという形になってます。シティが次サウスアンプトンですか。お、出るかな吉田選手は、控えなのかな、おそらく出るんじゃないですか、ね、うん、はい、レスターはトッテナムとやりますんで、まあ、上位陣に挑むという形になってます。ブライトンとハダーズフィールドは頑張ってるよね、まあ、バンリーもそうなんだけど、うんうん、ね、この辺りがかなり頑張ってるんじゃないかなと思います。次行こうか。はい、続いてはブンデスリーガです、はい、伝統のルールダービーは劇的展開、ドルトムントは4点リードを守りきれず。ブンデスリーガ第13節のニュースです。まあ4対4かすごい試合だよねこれ。試合ね、4-0 からやられたんだっけ。4-0それがすごい、ね、そんなことある、気の緩み、うわーだろう、すごい、これすごいね、これ何、白い試合前の、試合前か、はい、応援してんだねやっぱね、みんなね、すごいね、これはトイレットペーパー紙をやってんのかね、紙吹雪ですかね、紙吹雪っていうかテープ
ビニール、うん、紙テープかなみたいな、船のところからやるみたいな、ね、あれか船から投げるみたいなやつこの観客が全員黙る、もう黙るっていう恐ろしい。すごいよな、これもう崖だろう。この崖、崖だよな、これすごくない、この高さ。しかも奥行きそんな変わんないぜ、手前の席と奥の席と上の席と、崖だよ、もうすごいよね、ね、すごいよね。まあ一回僕も行ったことあるんですけど、確かにすごかった。まあ改修する前ですけどね、15年ぐらい前なんで、もっと前か、20年ぐらい、19年ぐらい前かなんで、すごいよねこれ。まあ結果は勝ったみたいに喜んでましたからね。はいはい、前半で4点か、25分までに4点取ったんだね、うん、で61分から、まあ、オーバーミアン退場したところからやっぱり、うん、で86分に3点目取られて、アディショナルタイムに同点という形になって、シャルケは、まあ、勝ちに等しい引き分けなのか、これはルールダービーで、そうそう、アウェー戦ですからね、しかもね、うんうん、大きいですね。後ろのところも本当壁だね、本当にこれ後ろ、うん、すごいよね、すごい高いところまで席があるもんね、うん、ねえ、すごい角度、ね、ね、はい、ということで香川選手は、ベンチ入りしたけれども出番なしということになってますけど、ドルトムントは何ですか、13戦勝ちなし、12戦、順位表見ますか、うん、今何位なの、5位、あ、それでも5位なの、最初よかった、うん、まあ確かにね、最初積み上げといたんで、今年ついにドルあるんじゃないかな、うん、そうね、言ってたよね、結局バイエル1位っていうね、ボロ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 、うん、マークつき切れてないですからね、ディースが、うん、うん、まあ監督もか変わる変わんないっていう話でね、なんかなり手がいないみたいな話もされてますよねなんかフィッツヘルトっていう、フィッツフェルトとかでもないよね、今更っていうか、まあ、もう一個崩れないと、まあ、うん、まだね、うん、まあでも CL はあれビリなの、4位、3位、3位か、3位だと4位を争って、ああ、じゃあまあもしかしたらEL に行けるかもわからないけどっていう感じ、そうですね、うん、なるほどね、そうですか、フランクフルト、あ、これ何、出たか出てないかで色変わってんの、赤の、そうです、お、すげえ、すごい、でもこれ日の丸なんでしょ本当は、日の丸で薄いとかダメでしょ、色いじっていいじゃん、色いじっちゃダメでしょ、日の丸のモチーフね、ドルトムとシャルケは4-4と金曜日にやったハーノファシツガルと1-1、あ、出たんだね、浅野選手はね、これいいね、出たか出てなくて分かって、あ、点取ったの、ごめん、知らなくて、ポーズ出てました、知らなくてごめん素直すこぼれ玉押し込んだって感じのね、うん、いや、ついに取りましたよ、そうか、よかったです、一部初ゴールってことだよね、うん、はい、フランクフルトレバクーゼンは、0-1 のレバクーゼンか、マインツはマインツは負けたんだけれども、武藤選手は欠場ということで、はい、はい、フランクフルトは長谷部選手は出なくて、鎌田選手は、6次出場という形になっています。ハンブルガー 3-0、 どうした？しかもホフェンハイムに勝ったの？そうなんです。へー、すげえ、うん、ここに結構まとまりかけてる。おお、そうですか、うんうん、まあまあよかった、あの、うん、いいんじゃないですか、頑張ってほしいですよ本当に、はい、でケルンはうわー、まだ勝ってないよ、あ、俺はあれ、監督変わったよね、変わってないっけ、ケルン、ケルンの監督変わってないですよ、シュテイガスさんですよ、まだ、はい、変えない、どうすんの今って何試合だっけ、13でしょ、 J リーグで言えばいつぐらい、いつって何月ですか、月で言うと、2月に2試合ぐらいやって、3月に4試合ぐらいやって、4月に4試合ぐらいだから、ここで10ぐらいってこと、5、6月の感覚、遅くねえか、代表ウィークがあるとゴールデンウィークで、多分ゴールデンウィーク明けぐらいだよね、遅くねえかこれ、もう変えないと無理だぞ、いや、いつだって大宮なんかもう渋谷さん4月末に辞めてくからね、例えばだけど、うん、そっか、これはちょっと、うん、変えた方がいいと思うんだけどな、あ、怪我人が多すぎる、なるほど、でも絶対って言っちゃいけないけどさ、これさ、な
ブンデスでもさ18チームってことはさ J リーグと同じくらいってことでしょ多分勝ち点で言うと、うんうん、そのあのなんていうのセーフティーラインっていうか35ぐらいでしょ、うんうん、から40ぐらいでしょいや絶対無理だよねもう今2ってもうしかも4点しか取れないですからねいやー13試合で4点ですから、ね、13試合で勝ち点2ってさ何未勝どうすりゃいいんだよね本当やばいね、うん、25失点どうなんだろう大迫選手をさトップで固定するってわけにいかないんかねいやっていうかさ点取らないっていうのも一個あるんで取れないっていうのも一個あるんだけどさやっぱさ、うん、使われ方が一貫性がないからさ難しいっていうのはあるんだろう本人的にもまあそうっすねうんなあまあねどうしようかねこれやばいねやばいですねうんはいということで次行きましょうかはい、イタリア続いてイタリアインテルイカルディが2戦連続2ゴールで14戦無敗長友は前節に続き出番はありませんでしたなるほど、どうしちゃったんですかね長友選手はサントンとかが使われて今更サントンなのサントンとの戦いってもうさすご何年も前に終わってないそれサントンが負けてレンタルに出されて終わったじゃんあれいやサントン諦めないまた復活したのジャギみたいなああサントンね、またあの強化された挑戦者としてこうまた復活してきたのかねこれそうかはい長友選手は出れなかったんだけどイカルディの2戦連続2ゴールイカルディがとんでもないことイカルディどうだろうワールドカップいやもう14試合14 15ゴールなんで、うん、もうすごいペースもう呼ぶほかないマラドーナが何と言おうと呼ばれるんじゃないですかねっていうかさイグアインよりいいんじゃないのそれはないの、うん、まあタイプが違うんですけど、うん、正直今のイカルディにペナルティーレーンでボール渡せば点取るんでっていうかさメッシをさ絶対出るわけじゃん、はい、メッシが絶対出ますでディマリアも多分出るでしょ、はい、そしたらさその2人と一緒にやるとしたらさ、はい、イグアインなのイカルディなの、誰なのサンパウリ監督は予選残り2試合ぐらいのタイミングで、うんまあ、やばいって時に、うんうん、ディバラを使え使えって言われて、ねうん、ディバラただメッシとディバラとメッシと被るんじゃないのそうですメッシを生かすのが最優先だから、うん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 、ディバラは、まだ合わせる時間がないので使いません、うんうん、っていう発言してるんでおそらく最優先はディバラだと思います、うん、使いたいのはどうすんだろうねこれはフォワードっていうのはいないわけデザインがフォワードなんだベネデットっていう国内の若手を使ってたんですけど、うん、ベネデットが大怪我しちゃったんで、うん、このタイミングで、うん、おそらくイカルディか、うんまあ、ディバラなんですけど、うん、この調子だともうイカルディかな、うん、センターフォワード的に言うんだったらイカルディなわけでしょそうそうセンターフォワードっていうか要はしっかり真ん中にいてくださいっていうタイプで言うと、うんうんうん、そうねまあ、ディーバー、まあ、アグエロもいますしね。ね、まあね。幸せな悩み。まあ、アグエロは、まあ、うん。そうね。難しいとこだね。やっぱ、すごいね。2チーム出すか。まあ、アルゼンチン。いけそう。まあね、守りはいないもんね、人がね。っていうことですが、あ、ね、イタリアはそんなニュースがないの？いや、まあでも、インテルぐらいでいいよね。イタリアは。なんでですかなぜいやだって別にいいじゃんイタリインテルがどうなったかぐらいでいいんじゃないのそんなことないのまあだってワールドカップも出ないしさナポリを見てあげてくださいよナポリねはいはいもう流しちゃった日本人選手その他っていうニュースがありますけどはいえ順位表も見ないですかああ見てごめんごめん順位表見ないさすがにうんこちら、はい、14節でおおインテル頑張ってほしいねマジでインテルっていつ以来優勝したらつかずっとユベントス優勝してんだもんなユベントスが6、うん、その前がミランでその前ですねミランってどうやって優勝したんだっけそれイブラヒモビッチが点取りああイブラヒモビッチかインテルかあねそれも前ってことかナポリなんて多分マラドーナの時から優勝してないでしょそうです多分、そうだよね優勝したよねでもさその間ってさローマぐらいでしょ優勝したのあユベントスインテルミラン以外ですか、うん、そうっすね他優勝したしてないでしょした
え、サンプドリア優勝してねえだろ、ラツィオも優勝してねえだろ。ラツィオが1回しましたよ。あ、1回したか。はい。どうやってしたの？それも相当前ですけど。それ誰？ラツィオは99、2000シーズン。おお、じゃあシモーネとかソングレイか。そう、まさにクレスポかな。クレスポ、ベロンだ。あー、じゃあメンディエタとかまだいないよね、したらね。メンディエタ前じゃないですか。メンディエタ前だね多分ね。あー、あったあったあった、サラスとインザギだって。あー、ツートップ。おお、すげえ。ネドベド、セルジオ・コンセイソン、シメオネ、ベロン。今のセリアの話全然しない。すげえ。バンカロ、ネグロ、ミハイロビッチ、ネスタ、マルケジ、全員わかるじゃんこれ。全員プレイわかるわすごい強い、これ。これ優勝するね。優勝してもおかしくないよね。でも今のラツィオも、まあメンバー近年、ここ10年では一番揃ってるんで。うん、なるほど。そうね、控えがあれだって、ボクシッチとマンチーニだって、その時。まあマンチーニもだいぶ年だけどね、その頃って。だからサンプより後ってことだもんね、ラツィオだから。でさっきイカルディが15点って言ったんですけど、うん、インモービルも15点、13節で。14か。うん、でももう関係ないじゃん、インモービル。ワールドカップ出ないしやっぱワールドカップにどう入ってくるかってとこがやっぱり楽しいだからさ。うん、はい、ユーロだな次のいやー、エリクソンだったんですね、監督ラツィオは。その時。なるほど。でもそのぐらいってことか。じゃあローマ2チームぐらい。あと優勝してねえだろう。してないっすね。ね、多分してないよね。うん、はい、ということで、まあ今年はなんでインテルに久々ね、やっぱユーベをちょっと止めてほしいですよね。まあ、ナポリはもちろん強いんだけど、まあ、僕的にはやっぱインテルを推したいなっていうところはありますよね。うん、はい。まあ、あとは長友選手をなんとかもっと出してほしい、3トンじゃなくて、ということで、その次は日本人選手その他、中島翔也2発、はい、すごい。移籍8試合で6点目だって。いいペース。うん、これニュースになってんの、記事になってるってことだよね。なってますね。すごいね。ポルトガルもだってそんレベル高いっすよ。うん、そりゃ合ってるのかな、やっぱり肌に。四大リーグあって、その次に来ますよ。このなんか取ってつけたようなスポンサーのマクドナルドのこの透け感がなんで透けてんの透けるこれ、なんか本当スーパーで売ってるワッペみたいな。これだってさ、半透明ってことでしょ多分、うん、そうですね。ベタの赤だったらだって透けないだろ普通に考えて、うん、でこの日もスターティングメンバーです。で8試合連続先発出場。はあ、すごいね。もう開花したね、やっぱ去年ぐらいから、うん、本当にオリンピックの後ね。1点目もすごい得意な形の、なるほど、左サイドからの。ああ、左サイドのね、うん、はい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 。あとはあのオリンピックでも決めたようなボレーシュートっていうのは結構ね、やっぱ彼はなんかいい、うん、持ち味だったと思いますけどね。なんかドライブするようなシュートというか、はい、6点目ということですごいね、うん、8試合で6点っていうと相当、うん、これだから今一番決めてんじゃないの。だから森岡選手もすごいけどさ、ゴールだけで言ったら中島選手も相当だよね。そうっすね、数字、ね、そうだよね、うん、うん、まあ同じ、あ、ベルギーとポルトガルなんでどっちがいいんだっていう話もあるんですけどね。まあポルトガルですかね。そうかもね、うん、ブラジルとか南米の選手も多いしね、うん、はい、ということでこれちょっとでもな、 A 代表だとどう、中島選手で出るとかあんの。まあ左ですよね、サイドってこと、はい、サイドハーフなの。シャドウでしょだって中島選手って本来。まあ、そうですね、代表いやだってこんだけ結果出してんだったら代表でなんとかさ見てみたいです。うまくねあれしてほしいなっていうふうに思うけど、まあ、左だからやっぱ左守れんとダメなんだよね結局。だから原口選手が出てるのそこだからさ、うん、やっぱもういかに守れるかどうかだから、走れるかどうかだからさ、激戦区ですよね。うん、そうだよね、走ると思うんですけど。まあね、フィジカル的にね中島選手はな、守りだな、どうしても体小さいしね、うん、そうですね、うん、ザック時代の香川選手みたいな使い方するとハマるんでしょうか。ああ、まあだからあのポジションってのは結構特別じゃないですか。ああいうポジションの取り方っていうのは、うん、なんとかね、でも
ちょっと見てみたい気がしますけど、はい。それからヘント久保選手がドリブル弾で今季5点目1ゴール1アシストで3連勝で貢献ということで、はい、調子がどうでしょう、戻ってきたんですかね。まあ、この試合を、うん、このゴールの動画見る限りでは、うん、切れてましたけど、なるほど、うん、すごい。まあ彼なんかむしろセンターの方がいいんじゃないの、サイドじゃなくて、もう久保選手って、うん、なんかもうちょっといい形でボール受けさせてあげたい気がするけど、いやドリブル長い距離で結構走ってシュート決めてきたりするんだけど、今の日本代表っていうのとまたちょっと違う気がするんだよなと思って、うん、まあ、あとは裏にも出れると思うし彼は、うん、真ん中の方がいいような、まあ、さ最初さデビューした時に右で出てさちょっと結果残したからさ右サイドみたいな形に今サハリルジャパンではなっちゃってるけど、うんうん、まあ正直さっきにコメントにもあったけど走れるとか守れるとかで言うと浅野選手の方がいいんじゃないかなっていう気はするから、うん、それだとセンターで行ってもらった方がいい気がするんだよな。だからまあ大迫選手、岡崎選手だよね、あと俺的に思うのは、うんうん、と、まあ、久保選手ってなんか争ってほしいなっていうふうには思いますけどね、フォワードはね、はい。まあ、クロスボールにも強いと思うんですよね久保選手、もともと別にエリア内でのストライカーっていうような僕はイメージで持ってたんで、あんなドリブルでいっぱい抜いて決めるっていうのはあんまりそんなに、ね、なかったよね。日本人はそんなところで、その他はそんなところで、次から日本の話題ですね、はい、はい、お願いします。浦和レッズラファエルシルバが決勝弾で10年ぶりの ACL 優勝、アジア王者としてクラブワールドカップへ、はい、おめでとうございます。これは素晴らしかった、はい、本当にもう今年一番いいニュースじゃないですか、ワールドカップ出場を決めたに並ぶニュース、うん、ACL、まあ、10年ぶり、レッズは10年ぶりですよね、うん、で日本勢としても9年ぶりですか、その次の年の2008年のガンバ大阪以来だから9年ぶりですよね。でなんで、ACL になってから3度目か、日本勢3度目の優勝ということで、うん、いやーやっぱね ACL はね大変本当に大変ですよね、これ優勝するの期間もすごかった、いやこれすごい大変よ。だまあ、チャンピオンズリーグもねそうなんだけど、うん、あのヨーロッパチャンピオンズリーグもそうなんだけど、やっぱねこのチャンピオンズリーグはね大変よ本当に、うん、まずやっぱりね、だから今3回目の優勝じゃないですか。で日本がその2回優勝するまでは韓国は1回しか優勝しなかったんですよ、うん、で日本がガンバが優勝した後に韓国が4回ぐらい優勝しちゃってて今5回なんですよね、うんうん、だからまあそこにまずね追いついて、そうそうそう、うん、中国もここ近年実力設定2回優勝してて、うん、で中国を上回ることになったんですよ今回優勝したから、うんうん、なのでねぜひ、ちょっと頑張ってもらいたい、まあ、でも東アジアの方がちょっと優勢ですよね、そういったことを考えると。そうだからちょっとね、うん、俺ね混ぜてほしい、もうちょっと早い段階で。でも移動大変ですよ。そうだけどさ、ベースでさ実質さだってさもう東アジアのチャンピオンと西アジアのチャンピオンみたいな大会になっちゃってんじゃん最後、うん、それちょっと面白くない気がするんだよね、うん、いやだから予選リーグからやれとは言わない、うん、うん、要は16か8ぐらいからもう混ぜてほしい、うん、うん、それぐらいちょっといろんな対戦を見てみたいよ、面白そうですね。そう、うん、これってさずっとだっけ。でもそうか、割とずっとか。だってさベスト8でさベスト4でレッズとガンバがやったりとかグランパスとフロンターレがやったりとかしてたもんね。うん、だこれちょっともったいないかな、ここ数年かですけどね、移動がまあ大変なんですけどね、ちょっとベスト4、うん、かな。でも東アジアばっかになったらそれはそれで嬉しいじゃんこっちとしちゃね、はい、ということでレッツはねコレオもすごかったよね。コレオの写真とかあります？あったらすごいんだけど、圧倒されるこれね、なんで牧野選手なんだっていうのはありますけどこの前に立ってるの決めてる感じでいい写真これすごいですよね。左側がレッツの、エンブレムを模してて、うん、右側が ACL のトロフィー、うん、ね、赤で染め抜いてっていう形ですけれども、かっこいい、すごいよねこれ。しかもぐるっとですよね。そうそう全部なんだよ ね。これはバックかしか映してないけど、うん、全部なんだよね。これさ、これどうやってやってんの？いつやろうっつってんの？席にもうその日に言ってんのこれ？置いてあるんじゃないですか？置いてある、まあ、よくあるそういうやつだよね、うん、でそれでないせーのでこんなになるの？なんかメモ書きありますよねそれって。ああなるほどね、はいはいはい、この紙の裏に多分書いてあったりとか、はい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 、
このタイミングでやろう。すごいよな。誰が指揮やってるんだろう。そう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 、そういう話よ。リーダー的な方、そういう話よ。僕はテレビで見てたんで、チケット取れないんですよこれ。関係者でもなかなか見に行けないよ。関係者でも。そうそう、なかなか見に行けない。多分レッツのスポンサーさんとかの、あ、そういうの、あの優待みたいなやつとかでも、それでももうすぐ売り切れちゃう。だからそれスポンサーさん全員分なんかもちろん用意できてないんですよ、ね。いや、そっか、うん、一般のお客さんのもあるから。5万7千うーん、すごいですよね。はい、まあとにかく激闘を制してこれ、うん、大変な試合でしたけれども、たださ、まあその相手の戦力がそのレギュラーがいるいないとかってのあると思うんですけど、うん、かなりレッツもできてたよね、うん、1戦目にとか、まあ、そういう準決勝は、ね、相手違うけど、あの上海とかに比べたらだいぶレッツも自分たちのスペースでできてた部分あったよね、うん、だそれは結構あの見どころが、そういった意味での見どころはあったかなっていう。まあね、守りがね、やっぱ堀監督か、ね、うん、森監督のサッカーでいうと守りはだいぶね、一回退場したアルドサリだっけ、うん、に打たれてバーの上越えたやつと、もう1本ぐらいしかピンチって、もう2本ぐらいかな、すごい、どうも取られるってとこはなかったよかな、抑えてましたね、はい、だし、まあ、オフェンスのところでもポイントポイントでは、そのなんだろう、ミハイロビッチじゃない、ペトロビッチ監督がやってた、うん、その連動するところも時折出るんで、そこはでも忘れてほしくないなって気がする。あのフリック戦法は結構面白いから、うん、あれはちょっと続けてほしいんだよね、前3人ぐらいではなんとか、うん、まあレッツはね、これ柏木選手 MVP ですよ、ね、うん、5アシストですか、5アシストもすごいですよね、うん、11試合で5アシスト、うんうん、はい、素晴らしいあの成績でした。まあね、リーダー・ダナリ選手とかベンチに入らなかったりとかしたけども、うん、まあやっぱりこういう、長い試合ですから、11試合もあって、うん、でしかもリーグ J リーグの開幕前からやって、うん、J リーグの閉幕とほぼ同時までやってますから、ほぼ1年がかりの、そうそう、ほぼ1年がかりでやってますから、それを考えるとやっぱりね、ここの試合決勝戦で出た選手だけじゃないんですよね、やっぱり、うん、いろんなところのバックアップっていうのはもちろん、そう、高木選手ね、ゴール決めたあれもあったし、うんうんうん、ね、まあ、リットナレ選手ももちろんあるし、まあ、1試合目出れなかった、2試合目途中でから出たマウリシオ選手、うん、やっぱ彼もそのほら監督変わるタイミングのところもあったから、やっぱり入ってきたところでやっぱり守備の層を厚くするっていうところもあったしね、はい、まあ、ラファエル・シルバ選手ね、ラファエル・シルバ選手は何点、7点ぐらい取った ACL で、うん、ACL で何点だ、何点だ、最後決勝戦はね、2試合連続ゴールでしたけれども、うん、はい、これは素晴らしい、8だっけ、8かね、素晴らしい活躍でしたね、はい、相手 あの7点取った3番の選手がいなかったのはちょっと助かりましたね、そうですね、うん、であとあのハルビンも多分ちょっと足痛めしたかな、うん、11点の、うん、あれでもあの2人は驚異的だよね、本当に、そうです、ね、うんうん、13戦無敗だったわけでしょ、だって、うん、初めて負けたんだから、負けなしで、うん、この決勝戦の最後の試合で、ハルビンは本当シリア代表なんでしょ、うん、すごいよね、うん、そういう一時のそのイラクのマフムードもそうだったけど、ああいうさ、ほら大変な情勢でやってるところからもこういうさ、うん、不正室のスターが出てくるっていうかさ、まあ、楽しみだよねそれは、うん、アジアのプレイヤーとしてはハルビンどこまで行くのかっていうね、ヨーロッパとかでぜひプレイしてもらいたいなっていうふうには思いますけどね、うん、はい、AFC の多分年間最優秀選手も可能性ある、あ、はいはい、入ってた、入ってた、うん、いやすごい選手ですよ彼は、うん、まあね、やっぱアジア勝つってこんだけ大変なんだなっていうね、うん、ことですよね、やっぱり、まあ、ワールドカップ予選とかでもほらアジアだからもうちょっとできないととか、うん、当然相手によってはね、それ格下の相手もいるからあるんだけど、やっぱりね、アジア勝ち抜くっていうのも相当レベル大変だと思いますよ、うん、だからこの ACL にじゃあ、まあ、もう仮定の話だけど、ヨーロッパとか南米のチームが出たら、うん、そう簡単に勝てるかって言ったら勝てないと思うし、うん、そんな簡単にはね、もっと厳しい、うん、もう厳しいと思うんだよね、はい、まあだから来年はね、レッツ出れないですから、うん、来年出る日本のチーム、まあ、まだ決まってないですけど、うん、完全にはうん、ちょっとぜひ頑張ってもらいたいですよね、連覇、ね、日本勢連覇っていうところを目指してね、はい、あとはね、クラブワールドカップ、はい、そうなんですよ、
ですね、これが、オークランドシティと、開催国 UAE のチームどこだっけ、これかアルジャジーラなんだ、アルアインじゃねえんだ、アルジャジーラっていうチーム、すごい名前だなアルジャジーラって。あもう6日から始まるのか、そうだよ早いよ、開幕は6日から、はい、まあね、フロムワンは例年すごい忙しかったんですけど、この時期は死ぬほど忙しいんですけどまあ今年はあの、フクラワールドカップが日本じゃないんで、うん、ちょっとお仕事はそこの仕事はないですけども、はい、このね11月25日決定のところに日本の浦和レッズ入るということで、うん、1回勝つとレアル、うわー見たいです、はい、これはどうですかね、1回勝ってほしいですよね、うんうん、オークランドシティとアルジェジーラ、オークランドシティは岩田選手、ね、いるんだよ ね、 そうですね、ね、これも、まあ、また楽しみですし、南米王者は、今週決まるということで、うん、でパチューカ、ね、本田選手出るだろうというところで、うん、はい、カサブランカとラヌースかです、ね、南米、どことラヌース、グレミオカラヌース、グレミオカラヌース、またちょっと、うん、あんまり、あでもグレミオあれか、結構前に出たか、結構前ですか、ファーストレグはグレミオが 1-0 で勝った、おーそうですか、最近、あー違った俺スルちゃんと間違えてた、去年はあれどこだっけ、一昨年リーベルだったよね、一昨年、うん、去年はリーベル、コロンビアのチームじゃなかったか、え去年コパリベルタドーレス、去年はあアトレチコ、アトレチコ、そうそうそう、アトレチコ、アトレチコナシオナルね、でリーベル、サンロレンソと来てますから、うん、グレミオ勝ったら2013年以来ですよブラジル、おお、うん、ということでアトレチコミネイロ以来ということです、楽しみですねこれは非常に、はい、ラヌースアルゼンチンだよね、ラヌースアルゼンチンね、だブラジル対アルゼンチンの対決ということで、うん、グレミオいつ以来だろう、95年かな、そんな久しぶり、95年以来っぽいグレミオくんの来たらすごい ね、 ね、どういうチームだったっけなこの時のグレミオって俺覚えてると思うんだよなミリア選手とか、うん、っていう感じでした、うん、はい、レッツはねあのシャペコエンセからもお祝いのメッセージが、うん、届いてまして、おめでとうということで、おめでとう敬意を表しますっていう、ね、サッカーキングでもニュースには、うん、させてもらってますけれども、そういうお祝いの、メッセージも届いてるということでね、はい、レッツはコレオグラフィーのシートをねシャペコ遠征にあの寄贈したっていう交流が、うんうん、あの大会の後も続いてますんで、はい、ツイッターでもね、ツイッターでね写真付きで、メッセージ入れてくれたということで非常にありがたいですよね、うん、いい交流ですよね、うん、はい、素敵、それからあのおなじみのトロフィーを持ち上げる時のおなじみの森脇選手おなじみのおなじみの、 あのアジアカップ以来ですかねこれ、あやってんのか広島でもはい、森脇選手のお約束ですよね、これ出る記事記事出てます、写真をしてますね、はい、まあ、最初は断ったんですけどっていうね本当、結構早かったよでも出てきたのあれ順番的には、はい、写真が出たらいいなっていうふうに思うんですけども、あるかな、でも阿部選手も良かったですね本当に、うん、阿部選手、はい、いい顔してます、柏木選手もう歩いてますからね見てもない柏木選手もちゃんとあれなんですって、マウリシオ選手とかにも教えてんですお決まりなんだよ、ここは歩くか、あのここは喜んじゃダメだよっていうのはあの教えてるんですって、教えてるそうそうそう、どうやって教えるのなんかラファエルシルバ選手かなんかが直前に耳打ちして教えてたって言ってましたよ、これこういうお決まりがあるんだから、そうそうそう、隣にいるでしょ本当だ、牧野選手の裏に隠れてますけど、はい、こんな感じになってましたう
ちゃんとトロフィーはね、さすがに当たり前ですけどね、うまくこう守りながら倒れましたけどね、この後森脇選手はね。はい、さすが。でも森脇選手もいなかったら優勝しないですからね、これ、うん、あのゴールがありますから、ボレーシュートが、うん、最後の、はい、なんでこう、もうさっきの話じゃないですけど、本当にこの、ね、やっぱり、ね、かける人がいたらできなかったっていうね、優勝でしたね、本当に。はい、しかし長澤選手すごかったね、やっぱり、うん、あれはもう代表でレギュラーになるんじゃないかな、定着するかも、うん、ね、だから俺森脇選手やっぱサイドでいいんじゃないかなと思うんだけどな、なんでサイドで使わないんだろうか。いやずっともう僕3バックの時からウィングバックで使った方がいいと思ってんだよね、森脇選手はね、やっぱキックはいいし、うん、得点感覚っていうかオフェンスのセンスはあるんで、今4バックじゃないですかレッツって、うん、だからまあ右が今遠藤選手でしょ、で左が宇賀神選手でしょ、だからまあできればやっぱりセンターをもう一枚補強した方がよくて、今阿部選手がディフェンスに入らざるを得ないじゃないですか、うん、今のメンツだと。だまあ那須選手阿部選手36ですからね、2人ともそろそろもう、うん、やっぱ両方一緒にっていうのはなかなか厳しいと思うし、うん、まあ、来年どうなるかっていうところもあるんで、やっぱできればまあ牧野選手とマウリシオ選手ってとか本当なんだろうけど、牧野選手左に置いてもいいんじゃないかなっていうふうには思うんで、うん、うん、まあ遠藤選手真ん中に来て牧野選手右でもいいと思うんだけど、左がちょっと宇賀神選手1枚っていうのはもともと4バックじゃないからいないんだよね人が、うん、シーズン途中から4バックにしてるから、うん、だからサイドバックをちょっとうまく補強した方がいいかなっていうふうに思いますね、まあ、あとアンカーのところが今青木選手がね、もう本来もともとのチームだとまあ完全に控えっていうか、まあ出場機会多かったですけど控えの中盤の選手でしたけど、まあ青木選手が 4-1-4-1 になってから完全にレギュラーということで、まあ彼の代わりっていうかアンカー的な選手がねどうするかっていうところもあるかなっていうふうには思いますけどね。はい、オフェンスはまあ人材が豊富なんでね、武藤選手、ラファエル選手ね、リータナレン選手、高木選手、まあね、少し下がって柏木選手、うんうん、長澤選手、うん、矢島選手と、いやすごい戦力いますから、うん、いいですよね。はい、そして、まあ、監督と、そう堀監督とね、うん、契約更新しましたからね。はい、ちょっと来年どうなるかっていうのも非常に、だから堀監督のチームにできるってことじゃないですか、うん、完全に、うん、なので非常に楽しみかなっていうふうに思います。あ、そう、目先選手もいるかもね、控えにベンチにはね、はい、って感じです。じゃあ次 J リーグか。はい、 J リーグニュースです。うん、鹿島の優勝は持ち越し、大宮の J2 降格が決定、残留争いは甲府と清水の一騎打ちになりました。 J1 第33節のニュースです。なるほど、はい、はい、ということで、まあ川崎フロンターレがね水曜日に試合するんだっけ。そうです、ね、浦和レッズと水曜日に試合して、まあ、それ次第でちょっと決まっちゃう可能性あるんだけど、昨日はね、ここ意外っちゃ意外でしたよね。あの確かに柏は強いんだけど、うん、まあ、勝って決めてくるかなっていうふうには思ったんで、うん、だいぶあのレイソロのディフェンスというか、まあ、中村選手ですよね、頑張りましたよね。いやー、ここはナイスセーブ、うん、はい、素晴らしい活躍だったと思います。はい、それからあ、もう順位表とか出してもらっても大丈夫なんですけど、ベガルタとマリノスは 2-2 の引き分けということで、うん、最後オウンゴールかな、でマリノス追いつという形でした。はい、ベガルタさ今何位なんだっけ。11位、11位のサッカーじゃないんだけどな。かなりシンプルにセンターでにボール入れて落としてサイドに展開するっていうところなんだけど、人数もかかってるし、うん、あの展開も広くて結構面白いんですよ。仙台相当いいプレーしてると思うんですけどねっていうね。それから、アントラストレイスは引き分けということで、はい、それから大宮と甲府ですよね、これが引き分けになってしまって大宮アルディージャが降格と決まりですね、いう風な形で決定してしまいました。はい、まあ、今年はねやっぱりね、まあ、家永選手、うん、それから泉沢選手、これはまあみんなね、うん、思われるところだと思うんですけど、やっぱこの2人が抜けたっていうところを、そう、最後までどうしても埋めることが、まあ、できなかったかな。うん、やっぱボールを貯められる選手がちょっといなかったっていうのが
まあね、大前選手とバラタ選手が入ったんですけどね、タイプ的にはちょっと違うかなっていう気はするんで、そこがちょっとどうしてもね、はい、で甲府が逆に引き分けてしまったことによって、まあ、ちょっと後で紹介しますけど、広島が勝ったんで、はい、甲府が降格圏内に落ちてしまったということで、ただ、清水、は、次の試合なんですけど、新潟に 2-0 から逆転負けということで、新潟すごいです、3連勝ここに来て、なんか25ってことで大宮と同じ勝ちにすでになってるっていう、いつの間にやらね、ということで、意地を見せましたよね、うん、新潟は本当に、っていう展開になってまして、清水が勝ち手を積み上げることはできなかったので、清水はアウェーでヴィッセルで、甲府がホームでベガルタということで、引き分けで甲府が勝ちたりすると、うん、特質があるんでひっくり返るんですよね、これ、あ、特質、うんうん、そうね、勝ちに一緒になってひっくり返りますよね、はい、ということで清水も基本的には勝たなきゃいけないっていうのに近い、うん、引き分けだと危ないっていう感じです、うん、甲府は 1-0 でもいいんで勝つっていうことになりますね、はい、それから、ガンバ対コンサドーレということで、絶好調の J 選手がまたもやセットプレーからヘディングシュート、幻のゴールもありましたからね、 J 選手はね、ヘディングがとにかく強い、うん、あれでも、見るから強いもん、でもね、難しいヘディングしてないのよ基本的にはボールがこうカーブして入ってきたのを正面に入って思いっきり沿ってガーンってヘディングするだけだから、すごいシンプルなプレーなんだけど、とにかく打点をしっかり高いところで捉えるっていうことがうまいですよね、うん、難しい、そのこすったりとかひねったりとかしてるヘディングじゃないのよ、基本的には迎えに行ってドンって押し出すだけだ、そう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 、なんで、うん、シンプルなんだけど、とにかく逆にそれだからこそのヘディングの強さね、うん、こうシュートのがすごいですよね、はい、で、いつの間にかコンサドーレがかなり上位まで来て、うん、上位というかね、12位まで上がってきてるということで、ガンバ大阪は、10何試合10もいってないんだっけ、何戦、夏ぐらいからだいぶ勝って、長谷川監督が退任しますって言ってから1回も勝ってないんで、12だよねやっぱね、あ、だからあれも入ってるから、他の試合、うん、天皇杯とかも入ってるからでしょ、12試合勝ちなしということで、失速しましたよね、うん、それからセレッソ大阪は3対1、ヴィッセルとやりましたけれども、3対1で、勝利、しました、はい、セレッソは杉本選手が2点かな、うん、確か、うん、ということで、代表、あ、ごめんなさい、違う、得点ランキングはね単独トップですよね、はい、まあ、これかほぼいくんじゃないかなっていう気はしますけど、はい、得点を、はい、そうですね、うん、杉本選手 ACL 権が出場権獲得確定です、3位まで、なるほど、はいはいはい、はい、うん、ということですけれども、まあ、どう代表でどうあれするのかっていうのはちょっと E1 におそらく選ばれるはずなん で、うん、かつ、まあ、スタメンの確率も多分高いですよね、海外組が多いですからフォワードは、うんうん、はい、なんでどういうプレーになるのかっていう感じは非常に楽しみですよね、まずクロスに強いですよね杉本選手は、うん、上背があるん で、うんうん、でスピードがあるので、あの足元にボールを一回入れてもらえればそこからドリブルでグインって強引に突破できるっていうところ、うん、ただオフ・ザ・ボールの動きがそんなに良くないです、足が速い割には、うん、だから、どうやって代表に合わせていくかっていうところは、あの、だからそれで言うと全然浅野選手の方が動きはいい、オフ・ザ・ボールの時は、うんうん、裏でボールもらえたりするのは、なのでどういうふうに、まあフィットしていくかっていうところは非常に注目かなっていうふうには思いますね、はい、まあ、とにかく点は取ってますんで、うん、杉本選手と興梠選手に関して言うとね、おそらく選ばれるからどうなってくるかっていうところですかね、はい、小谷選手が怪我ね、怪我で、うん、2番おそらく厳しい、いないよね、うん、だからボランチを、まあ、またどうするのか、まあ、長澤選手がね中盤のセントラルだとね、おそらく、うん、というか間違いなく入ってくると思うんで、その他の選手どういう選手が入ってくるのかっていうところですね、はい、それから SC 東京、はい、サンフレッチェ広島に2対1敗戦ということでしたけれども、はい、アウェーで東京さんは優しいないや広島がもう本当に必死だったんです、それ残留かかってますから、うん、うん、
ただ、うん、ポジティブな要素がやっぱ久保建英選手、うん、J1 デビューですね、うん、はい。まあ番組始まる前にも話したんですけど、うん、落ち着きがすごいよ。16歳ですよ。久保選手は高校1年生ですからね、うん、本当にまあサイレントの話するから大丈夫ですよ。負けたのに久保選手の話しかしないってことはないですけど、うんうん、まあとにかくプロの選手相手に飛び込ませないっていうこと自体がすごい、うん、サッカー経験がある人間から言わせてもらうと、うん、あれは基本的には格上の選手になった時っていうのは間合いが当然測れないんですよ。基本的にはプロの選手でどれぐらいのスピード感で足元に来るのかって分かんないから、うん、持った時にやっぱ基本的にはディフェンスのペースになるんですよね。だからもう確実に抜ける抜けないっていうのはもうやる前からほぼ分かっちゃう、うんうん、近くぐらいのところで言うとなんですけど、しっかり足元にボール入ってコントロールしながら相手を見極められるっていう、まあ、彼がループアップできてるからディフェンスも飛び込めないっていうところ、うん、で縦に振り切れそうになってストップして切り返してまた時間を作るとかっていうことができてるから、うん、とにかくもう器が違うところはあるかなっていう気はしますよね、うん、はい。なんでまあ言ってみればあと2年しかないじゃないので、期限的なもの、そうそうそう、うん、だからどういうプレーを日本で見せてもらえるのかっていうね、まあ、代表もあると思うんで、うんうん、代表もちょっと、注目したいなっていうふうには思いますけれども、はい。広島はでもね非常に良かったと思うんですよ、うん、普通に強かったと思います。まあ必死さっていうのもあったと思うんですけど、あんまり正直フェリペ・シウバ選手っていう選手が、まあ、開幕する入ってきたばっかの頃は結構いいんじゃないかっていう風に言われてたんですけど、うん、あんまり良さが出なかったんですけど、この試合に関して言うとかなりタメが作れてて、うん、やっぱ彼のフェリペ・シウバ選手のところに入るともう一回みんなが落ち着けるというか上がれるし、うん、預けておいて、ね、安心できるっていうところが非常に良かったなっていう風に思います、はい。まあ、それからね、稲垣選手ね、今年期待されて甲府から入ってきましたけれども、はい、まあ、いいシュートを決めましたね、はい。ムクハラ選手って今広島に出てんだね。そうなんですよ。東京セレッソ、セレッソからね、はい、うん、そうですね、はい。なんで、ね、この辺もムクハラ選手、千葉選手、水本選手というところは頑張って、まあ、コーナーキックからの1点ですか、うん、に抑えたということですね。山田選手でも良かったですね、はい。あ、プロ J リーグ初ゴールですよね、はい。 J1 初ゴールですよね。 J3 はもう出てたんで、はいね、J1 初ゴールということで、素晴らしいヘディングシュートね、うん、高さフィジカルあるので、はい、頑張って決めてくれて、ね、センターバックとセンターバックディフェンダーとして3バックだから、はいはい、来年以降期待できるじゃないかなっていうふうには思います。前田選手も良かったんですけどね、うん、一回惜しかったシュートの時のコントロールとか見事でしたけどね、ボールを相手に触らせないところとか、うん、はい。それから最後の試合はサガン鳥栖とジュビロ磐田の試合は0対2でジュビロ磐田がアウェーで勝ったということで、アダユートン選手のドリブルがとにかくすごい戦車みたいだった、止められない、あれはすごかった、はい。で順位表としては、フロンターレが1試合少ないです。川崎フロンターレと鹿島アントラの差が5ポイントっていう形になってますんで、次、勝たないと、いけないと、勝つと2ポイント差になるんだっけ、そうです、はい。なので意外と鹿島まだ安心できないです、これ川崎に勝たれたら、うん、まだそうでアウェージュビロですから、ジュビロも、まあ、ACL 圏内はもうね、逃しましたけれども、まあ勝ち点57とかなりいいシーズンを今年は過ごしましたんで、最後気合入って、ホームですからね、最終戦なんで、しかも、まあ、鹿島アントラーズっていうね、一時期やっぱりね、ナショナルマッチ、ナショナルダービーっていうようなゲーム、2000年、まあ君は世代ではないけど、僕らからすると鹿島とジュビロっていうのはね、ナショナルダービーですから、うん、はい。ここの対戦ということでね、ジュビロも燃えるんじゃないかなというふうに思います。片や川崎フロンターレは大宮アルディージェ、ここが決まってしまったアルディージェとのホームゲームですから、うん、浦和お疲れなんじゃないですかね、こう今節ね。レッツもちょっと疲れてるかもしれないんで、うん、2勝あるかあるっていう感じになってます。で鹿島と川崎と、セレッソが ACL 決定ということで、うん、来年ぜひ頑張っていただきたいなと思います。天皇杯、あれ違うか、あれいいのか、天皇杯はもう4つ目もらえるんだっけ、天皇杯がトップ3とかぶったら4つ目、はい、柏はいはいはい、うん、ってことですね、はい。
ということで、あ、でもあれだよね、川島川崎セレッソが勝つと優勝したら天皇杯に、優勝したら繰り上げで 4位が石井6県になるよね。川崎は負けた、そう負けたね。じゃあ鹿島が2冠取るとみたいな話、うん、セレッソ残ってる、はい、レイソルとジュビロもまだ、じゃあジュビロも分かんないってことだね、そうですね、うん、勝ってっていうことで、はい、ということで非常に楽しみですね、これは、はい、最終節。鹿島負けたじゃん、鹿島負けたよ、セレッソしかいないんだ、そうかそうか、あ結構きついね、ごめんなさい、鹿島負けてますよね、確かに、うん、負けた負けた、はい、ということでプレーオフになっちゃうのかな、そうすると4位チームになるとね、はい、っていう形になると思います。じゃあごめんなさい、全然時間があれなんだけども、J2 プレーオフ、ね、2試合だけ、はい、J1 昇格をかけて熱き戦い、プレーオフ決勝は3位名古屋対4位福岡になりました、はい、ということで、はい、神戸ね、神戸勝ってんだよね、天皇杯ね、うん、はい、ということで、皆さんが火曜日の番組で、一番に押したジェフは、敗れてしまいましたね。一押しだったんですね。フラグだったんだろうな、うん、あれな。そう、50% ぐらいの人がジェフがプレーオフを勝ち抜くって言ったんだよね。うん、言ったよね。50% ぐらいだったよね、あれね。そうですね。50% ぐらいだったよね。ですよ。補正さん、負けました。まあ、こっちの試合からいく、そしたら、ジェフ名古屋、名古屋逆転勝利でプレーオフ勝利と、苦手千葉を撃破ということで、千葉が、まあ2勝してたんだよね、リーグ戦で、リーグ戦では3-0-2-0の、うん、2-0-3-0の 5-0 トータル 5-0 ということでしたけれども、プレーオフは別だと細井さんがおっしゃった通り、ジェフ寄りの細井さんがおっしゃってた通りの展開で、グランパスが勝利ということなんですけれども、うん、まあ、あのね、やはりね、グランパスが普段のサッカーではなかった、普段というかリーグ戦のサッカーではなかったです、うん、変えてきた、変えてきてました、もうだからそもそもシモビッチ選手先発で入ってるっていうところがそうだし、うん、まあ、繋いでは当然いたんだけれども、しっかり要は前回の 0-3 で負けたところのハイプレスで全部引っ掛けられましたっていうのを分かってるから、うん、裏にボールを入れるっていうこともやってきた、うん、当然繋ぐこともやるけどね、だから適当に蹴ってたわけじゃなくて、まあね、シモビッチ選手をしっかり狙うっていうことをやってきてたので、うんうん、まあそこは風間さんが勝負師 に徹した結果かなっていうふうには思いますね、うん、これは本当に、まあ、結局ラフなボールを2本で裏取って、裏行って2点取ってきましたからね、うん、うん、まあ、田口選手のゴールの時もね、ちょっと手にボールが当たるとかっていう不運は、うん、あのジェフは、まあ、ありましたけれども、まあ、あれはハンドと取るかどうかは、一応僕の意見として言わせていただきますけど、ハンドとして取るかどうかは主審が決める、レベルのプレーです、うん、まず故意に手を扱わなきゃ、手を扱ってボールをっていうところだったりとか、うん、手の方向とか手の向きとか、うん、あとは不意かどうかっていう、うんうん、要は予測できる距離だったかどうかみたいな話が、うん、まあ、あったと思うので、それで言うと不可抗力なんですよね、うん、であれをハンドと取っても、それはそれで、正しいというかジャッジとしては間違ってないです、まあ、うん、田口選手が故意に 手でボールをブロックして前に落としたっていう風な判断をしてもいいけど、不意にボールが来てしまってボールが手に当たっちゃって前に跳ね返りましたっていうふうに言われたとしてもしょうがないプレー、うん、そうとも思う、うん、そうなので、見えてたって言ったそうです、村上さんは、主審は、村上主審は見えたっていうふうにおっしゃったんだけど、見えたんだけども、あれはハンドではない、故意じゃないっていう、うん、っていう、まあ、ルールブックにそう書いてあるので、うん、故意に扱ったかどうかっていうのと、故意かどうか、手の向きとかで判断するっていうようなことはルールブックに書いてあるので、うん、まあ、っていう感じのところはあります。だ全体的に言うとジェフは、まあ、正直、
ジェフの一番いいサッカーはできなかったですよね。ここでは出なかった。しっかりプレッシャーがやっぱりかからなかったので、うん、前のところでね、うん、だからボールをどこで取りましょうかっていう風にジェフとしてはちょっとなっちゃったかもしれないです、うん、裏に蹴られて要は間延びさせられるわけですよね。ディフェンスラインの裏に蹴られてディフェンスライン下がるじゃないですか、うんうん、で当然前から追ってるから本来であれば蹴らせないようにね、うん、でも蹴られちゃった繋がせないようにね、で蹴られちゃってるから前と後ろの間が空いちゃうんですよね。でそこをやっぱり埋めていくのに苦労する。そうすると逆に言うと、うん、そこの間で受けるっていうこともできるわけですね。田口選手とか青木選手とか、うんうん、あのあたりが、っていうところなので、そこはもうちょっと後手に回っちゃったなっていう気はジェフはします、うん、であとは2点取られたところで確か2点取られた瞬間ぐらいに指宿選手が入ったんですよ確か、うんうん、でラリベル選手とツインタワーになったんですけど、まあ、あれによって、ごめんなさい、もともといいサッカーがそんなにジェフってできてなかったんで全然、壊れたとは言わないですけど、細江さんがおっしゃってた通りで、フォワード1枚高くて強い選手入れたからって、うん、プラス1の力になるかって言われたらそうじゃないっていう話、うんうんうん、当然その組み合わせがあって船山選手とラリベル選手のコンビだから抜けれてたとかっていうところもあるから、うん、船山選手を落として伊吹選手を入れたことによって組み立てとしては組み立てられなくなっちゃったんですよね、うん、だから、まあ、基本的に入れてっていうサッカーになっちゃってるから、そこの難しさっていうのもあったかなっていうふうに思いますね、うん、はい、まあ、その点やっぱりグランパスはサイドもうまく使えてて、2点取ったところではもういなしにかかり始めたわけですよね、うん、で青木選手が PK 取ったところなんかまさにそうで、前からかけてきてるから、うん、裏取って回転しながら抜いてペナルティで入ってって後ろから倒されて PK っていう形にやっぱりなったんで、青木選手はかなりいいプレーしましたよね、はい、っていうね感じでしたね。なんで先制点取るまではね良かったんですけれども、うん、残念ながらジェフは敗退ということで4度目の挑戦だったんですけれども、プレーオフ4回目、はい、入った、またしてもちょっと勝ち上がれるという感じになってます。それからもう1試合が、アビスパ福岡対、ベルディ東京ベルディということで、これが1対0、はい、山瀬選手ですよね、まあまあやっぱり技術の高さを発揮したというかあの左足のミドルシュート、ですよね。うまかった、はい、まあ前回引き分けだったんですよね0対0で、うん、でまあメンバーだけ見ても冨安選手とやっぱりウィリントン選手はいなかったんですよね、その時0対0だったんですよ。三河選手もいなかった、はい、なので、ちょっと、そのベストメンバーになったアビスパに対して力負けの感はあったかなという形ですかね、うん、まあこれバッチリ僕はちょっとどっちかというとちゃんと見たのはジェフ対名古屋だったの方だったんで、まあ時間ちょっとあれだったんですけど、うん、水上君としてはどうでした、ベルディのサッカーとしてはやりたいサッカーとか、まあ、基本的には2カ年計画の1年目っていうクラブとして位置づけなんで、はい、まあ、プレーオフまで行けました、うん、まあ、福岡ともまあ戦いました、うん、来年頑張りましょう、うん、っていう試合でしたね。なるほどなるほど、まあ、硬いですね、うん、そうですね、守りがねやっぱり、まああの前回その J1 に上がった時もそうなんですけど、攻撃としても当然ねウィリントン選手とか質の高い選手を要しながらもやっぱり守りが井原監督の守りがベースにやっぱりあるチームだったので、まあしっかりとした守備ね、今回ちょっとかなり守備的にきましたよね。そうですね、アビスパはね、まあ引き分けでいけるっていうところもあるんで、まあ早めに先制点が入っちゃった、そうね、しかもねあれがだから結構80分ぐらい前に引っ張ってって一発でとかっていうのベルディもなくはなかったでしょうから、セットプレーとかもあるしね、うん、うん、それがなかなかできなかったのがもったいなかったな、あの失点はね、まあスーパーシュートでしたからね、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、あれはまあアイスパスしたらかなり、まあ、ラッキーって言っちゃ山下選手失礼だけど、まあラッキーなところもあったかなっていう、13分15分ぐらいのところで点取ったっていうところはね、はい、ありました。まあベルディは本当に、ね、監督変わって、1年目でっていうところはあったんで、ぜひ来シーズン、さらにステップアップしたチームを見せてほしいなっていうふうに思います。はい、やっぱり J2 は監督が長いところは強い、うん、なるほど、成熟していく、で、ということで、決勝戦は、3位名古屋対4位アビスパということで、いや僕はちょっとジェフが上がってアビスパジェフで行ってがっぷり組んで 0-0 のアビスパっていう予測を立ててたんですけどグランパス来ちゃうとちょっと分かんなくなっちゃったな、グランパス来ちゃうとな、グランパスホームです、3位ですから、はい、はい、
名古屋は強いよね、やっぱメンバー揃ってて、しかも徹してくると、うん、でしかもみんな頭いいんだよね、選手が、うん、ちゃんとさこう回すところとしっかりリスクを背負わずにやるところとっていうのが、なんかこのまた1試合千葉に勝ったところでなんか一皮また向けてくるんじゃないかなっていう気もするんだよね、ここに来て。そう、タレント力は抜けた2チームなんで、そうね、どっちかのチームがここで1点は取ると思うんですよ。まあだからアビスパはやっぱセットプレーをうまく生かしてほしいなとは思いますね。あとサイド攻撃ね、やっぱサイドに松田選手とか、ね、山瀬選手みたいなタレントがある選手とかがいるんで、うん、うまくサイドを生かしてウェリントン選手、選手はやっぱ怪物ですね、うんうん、ウェリントン選手にボールを集めたいんだけど真ん中真ん中だとちょっときついんで、うまくサイドのやっぱ松田選手とか生かしてやってほしいなっていう風に思いますね。はい、やりますか。やる、やってください。俺はそれでも福岡に行く。お、言い切った、うん、福岡どっちだ。いやだからね、抑えてくれると思うんだよね、1点ぐらいでアビスパがで 1-1 みたいな。あ、1-1じゃ負けるわ、ダメだ。そうなんです、そこがやっぱ圧倒的に有利なんですよね。そうね、引き分け勝ちだからね、うん、名古屋ね。これみずほなんだっけ、またトヨタスタジアムで、トヨタか、トヨタ、うん、はい、みずほは良かったけどな、お客さんいっぱい入ってて、あれすごかったね。熊本もすごかったよね、っていうかあそこいいスタジアムだね、3万人入るんですよ ね、 ね、すごいよね熊本のスタジアムね。いやめちゃめちゃいいスタジアムだったな、あれ9000人かな、うん、うん、スタジアム良かったよ、やっぱだから雨降ってたじゃん、うん、カッパ来てた、うん、福岡って熊本は、うん、はい、じゃあどうぞドン。あ、まだそんな、なんでよ何してたんだよおしゃべり貯めるの、はい、いきまーす、ドン。どっち、うわー、僅差 0.6% 差。いやー、わかんねー、わかんねー。 SKE 対 HKT だって。あー、そういう見方じゃあサシコがいる方が強いじゃん。ジュリナいるか、詳しいこれはすごいっすね。ね、こんなこんだけわかんないってことねみんなわかんない。いやちょっと楽しみにしましょう。時間とか書いたんだっけこれ、はいはい、12月3日、来週の日曜日か、16時から、トヨタスタジアムで行われますので、はい、ぜひ、皆さんご覧いただければというふうに思います。 BS1 でやるね、はい、まあね、あんまり僕そういうのがちょっと最近敏感じゃなくなっちゃって良くないなと思うんですよね。あの何でも見れちゃうからネットでリアルタイムとか、ずっとネットでスポーツ見てたから休みの間さもうサッカー見て、うんうん、もうそうだけど、うん、サッカー見てバレーボール見て、うん、何でも見れちゃうから、卓球見てとかずっとやって、相撲見てみたいなのずっとやってたからネットですごい、そう相撲もあったから久々にバレー見て昨日、うん、っていうね、感じでしたけども、はい、楽しみにしたいと思います。でラスト、はい、ラストは J3 上位3チームが揃って足踏み、最終節で首位栃木と2位沼津が直接対決です。はい、ということで、残り2試合だった J3 ですけれども、全部っつったらどのチームだか分かんねえな、秋田、それから、沼津、あ、まあ、栃木か、栃木、沼津、この3チームがいずれも、勝利をつかむことができなかったということで決められなかった、まあ、栃木はね今ギリギリで1位を保ってましたから勝てば、他が勝てなかったんで、だってブラウブレッツ秋田さ、藤枝真由志、まあ、今年頑張ってんだけど8位って半分以上だから、うん、藤枝真由志に 3-0 で負けるかっていう話だよ、ね、普通に考えたらこのタイミングね、うん、見たけどすげえ藤枝の攻撃良かったんですよね、うん、はい、それからギラバンツ北九州とアスルクラの沼津は、0対0の引き分けということで、北九がね、まあ残念なシーズンだったんですけれども、最後上位チームを相手に高橋選手めっちゃ止めてましたね、キーパーの、
すごいセーブでした、はい、0対0に持ち込んだという形になっております。それと、栃木 SC、 首位の栃木 SC は AC 長野パルセイロ、と、0対0と引き分けということで、ホームだったんですけれども、ホームで昇格決められるところだったんですけれども、引き分けに終わり最終節に持ち越されるということで、今、まあ、皆さんも散々我々私も言ってるんで、ご承知だと思うんですけど、これ優勝の可能性がある3チームのうち、J1、J2 か J2 昇格の資格というか、はい、ライセンスがあるのは栃木市だけです、うん、なのでアスルクラロ沼津とブラブリッツ秋田が1位に独占した場合、栃木を逆転して栃木が3位になっちゃった場合は、基本的に降格がなし、うん、あですね、 J2 からの降格、 J3 からの昇格がなしということになります、うん、その前提でもって、栃木はなんと沼津のアウェー戦という、何をやってんだっていう話になってます、これは。だからまあそれで言うと直接なんで、引き分ければ2位に入れんですよ。引き分け、うん、沼津より上に行けるから、うん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 、引き分ければ秋田には抜かれるかもしれないけど、うん、なんで引き分け以上っていう形でございます。群馬が残るっていう、あの結構びっくりな展開になる可能性がまだある、うん、という状況です。もっと早く作れたは作れたんですけど、ずるずるずる、まあみんなこけてるからね。でもこれ、それぞれ終盤に来て、うん、だから、うん、だから鹿児島だってもうちょっと頑張れてれば2位以内に入った可能性あるし、52だからね。そうっすね、うん、なんかそうそうそう、うん、っていう感じですよね。まあ結構ここまで割となんかビシッと優勝チーム決まることが多かったようなイメージだったんだけどな、 J3 って昇格するチームが。まあ、あとは、ね、入れ替え戦があったからね、今まではね、うん、2位はね、はい、ということでブラブリッツ秋田は、ガイナーレ鳥取とアウェー戦ということで、ガイナーレはこの間ね栃木と引き分けたんだよね確か、うん、で今回も富山と引き分けるっていう、ちょっと頑張ってます最近は、うん、はい、最下位ですけれども、なんで、秋田は有利です、優勝に向けては、うん、はい、最下位の鳥取とですので、だ栃木もだから3試合4試合ぐらい勝ってないんだけど、相手がね鳥取とかに引き分けちゃったりとかしてたからね、うん、ちょっとここが注目ですね最終的に。まあ栃木はね、はい、力で言うとね、ペチュニックとレオーニいるし、ね、広瀬浩二選手とか菅選手とか尾本選手とか戦国選手とか割と上でやってた選手が多いんで、うん、有利は有利だと思うんですけどね、はい、って感じでした、はい、それとあと、まあ、この間ちょっとせっかくあの予選の話をしたんで、地域チャンピオンズリーグでちょっとニュースがなかったんであれなんですけど、まあ、地域チャンピオンズリーグがね JFL に上がる、はい、まあ、地域チャンピオンズリーグの、決勝ラウンドが、まあ、昨日ありました。あれこの話した時っていなかったっけ、あ違うか、あれ小松と話した時だっけ俺ですよね、はい、だったんですけれども、まあ、この結果が、出まして、コバルトオーレ女川が優勝で、JFL 進出ということで決まりました、はい、おめでとうございました。おコバルトオーレは2位で上がったんですよね。各リーグ、4チーム中1チームしか上がれないリーグの方式で、うん、ワイルドカード1チームだけの2位からの上がりで、うん、女川はコバルトオーレが、そのまま、まあ、下克上的な、うん、はい、優勝、そうそうそう、宮城県ですよ女川は、はい、っていうことですね、はい、コバルトブルーの、まあ、コバルトっていう意味だそうです、うん、はい、ということでですね、まあね結構意外な展開っちゃ展開だったんですけれども、はい、決勝、リーグはあのすごいですよ。まあ、あのこれリーグ戦だけど PK あるんですよ。あこの大会って。あ言ってた、はいはい、はいはい。リーグ戦だけど PK あるんで、うん、最初の3試合がずっと PK だったっていう逆だったっていう。そんなことあるの？開幕戦のコバルトーレとテゲバジャーロが PK で、その次のボンズとアミティエも PK で、2日目の第1試合のコバルトーレとボンズも PK っていう。でその次のテゲバジャーロとアミティエも 2-1 だし、コバルトオーレがアミティエに 1-0 で勝ったのも1点差なんで、あの2点差以上ついた試合が1回もなかったんですよ、うんうんうん、すごい拮抗したやっぱり最後はなあの展開になるよねっていう、大会でしたよね。2点以上取った試合が2試合しかないと、2点以上の点が入った試合がね、はい、あの片方のチームが
開幕戦と、テゲバジャーロが2点取った試合しかないっていうものすごい試合でしたね。で最後、そうです、 PK 勝ちが勝ち点2です。 PK 負けは勝ち点1、はい、で負けが0。 PK 負けも勝ち点1なんだ。はい、そう、引き分けなんで。あ、はい、1もらえるのか。そうそう、引き分けだから、それ引き分けだからね。そかそか、はい、で2日目は、コバルトーレがアミティアに 1-0 で勝ったんで、コバルトーレがその時点で昇格が決まったんですよね。優勝が決まったんですよね、勝ち点7に伸ばしたんで。でアミティエが、勝てばよかったんですけど、負けてしまったんで2で脱落が決定してて、で最後は、4のテゲバジャーロと、2のボンズだったんですよ。だからボンズが勝てば逆転したんですよ、うん、だから決勝戦的な感じ、まあ、引き分け勝ちみたいな、感じだったんですけれども、テゲバジャーロが PK 持ち込んで、勝利ということで、でもね、ZA3700 人入ってるからね、これ最後すごい結構入ってるよ、うん、お客さん、すごい、はい、っていうような試合でしたね。テゲバジャーロ、ロックさんとかいたね、やっぱね、当たり前だけど、うん、ロックソーといたね、うんうん、はい、宮崎ね、そう、宮崎が勝ってたからね、ロックソーとはね、同じ本拠地のね、宮崎2チーム目っていう感じになってますね。あのホンダロックSC に続きということで、はい、宮崎がそうそうなんです、あの J リーグのチームがまだないので、うん、ホンダロックは社会人チームなので、J リーグに上がろうと思ってませんから、うん、宮崎から、まあ、初めて言えば J リーグに上がろうとするチームが、まあ、行くというような感じになるかなというふうに思ってます、うん、まあ、どこが早いかっていう話ですよね、これは。だから空白圏、まあ、いくつか今7つぐらいあるのかなっていうとこですけど、まあ、和歌山きついのか、三重か、うーん、どうだろう、まあ、スタジアムが揃ってるかどうかも結構大きいので、うん、環境的なことも、そうそうそう、そうなんですよね。だ関東からは上がれずですよ、今年は。なし、なしですね、まあ、去年もあの今治とビアンティンだったんで上がれなかったですけど、まあ、ボンズはねだいぶチャレンジしてるんですけどね、ちょっと上がれないっすね。だ、まあ、市民クラブなんで大丈夫だと思うんですけどね。結構なんか俺昔その2000年前後ぐらいだと一気に金かけて上がろうとして上がれないのが 2,3 年、ここどうしてもここのレギュレーション変えられないんで、この12チームのうち2チームないし3チームが上がれるみたいな展開って変わらないので、ここで引っ掛けられちゃうっていうところがあるんですけど、あ、まあ今青森かな、一番早いの。確かにそうですね、バンラーレがあの今年3位だったら上がれ、あ、4位だったら上がれたところ5位だったから JFL で最後勝てばね良かったんですけどね、バンラーレを負けちゃって、青森が、まあ、一番近いかなっていうふうには思いますね。これね、もう FC 東京とかも通ってきてるんですよ、こういうとこ。かつて。かつて。うんうん、何年だろう。ちょっと昨日見たんだよな。1990年。90年。東京ガスの頃。ああ、生まれてもない。生まれてないか。生まれてなかった。そう。もう通ってるし、そうそう、そあの。ブランメルとかね、今のベガルタとかも当然そうだし、うんうん、横川とかね、JFL にいるチームとか、うんうんうん、ザスパもそうだし、琉球とか岡山、まあ、最近だともうみんなそうですね、岡山、町田、山賀、さぬき、YS、相模原、盛、うん、岡、奈良、ラインメール、今治っていう感じでね、うん、みんな J リーグを目指してるチームがどんどん上がってきてる感じですよね、はい、まあ、一番厳しいと言われるね、日本で一番厳しいと言われる大会ですからね、はい、みんなこう通って J リーグ上がってますから、うん、まあ、ちょっとどんなチームがねまた来年出てくるのかっていうのは非常に楽しみですよね、はい、ということでいいかな、ニュースはなしです、なしで、はい、はい、エンディングで広告だけ先に紹介させてもらっていいですか、お願いします。ジェラードさん、ひらがなでジェラードさん、浦和レッズ優勝おめでとう、 ACL 優勝おめでとう、週末のサッカー情報を振り返るよということでありがとうございます、はい、ということで、はい、告知はいかがですか、はい、ちょっと先になるんですけど、はい、12月の24日に、ブーイングの、うん、フリーライブが決まります。フリーライブって何ですか。無料、入場料無料です、まあ、別でドリンク代とかいろいろあるんですけど、はいはい、ライブ自体は無料で見れますというイベントと、あとそのな2部構成で、その後、うん、あのなんかちょっといろいろおしゃべりとかイベント的なのがあるので、クリスマスはぜひ下北沢ろくでもない夜、
12月24日です。24に仕事すんの？そうです。みんなで仕事しましょう。仕事じゃないよ、みんなは。みんな遊びに行くんだから。遊びに来てほしいと思います。はい、あと、その東京 e スポーツフェスティバルの特番、はいはい、ギュギュッとした特番が5日でしたっけ、うん、5日の深夜にフジテレビ、地上波で放送されますので、その模様をお送りする的な、はい、2日間のダイジェスト映像的なものがオンエアされますので、ぜひぜひ見てください。はい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 、これいいよね、 e スポーツフェスティバル。もっとやってほしいな。もっとやってほしい、イベントを、うん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 、イベントをもっとやってほしい。確かに盛り上がりますから ね、 ね。だって毎回イベントみたいな番組なんじゃないの、あれ。なんかこう、まあでもお客さん見れるし、そうでしょ、うん、まあ、生放送なんで、そうだよ、ね、より、うん、ああいうのがもっとあるといいよなっていうふうに思います、うん、はい、見てください、はい、クリスマスか、忙しいですね、やっぱ年末は。タレントさんは、まあ、なんやかんやね、なんやかんやイベント時期ですから。大晦日はまたなんかカウントダウン的なのはありそう、そういったのもあったりするの？カウントダウンはないんですけど、うん、まあ、30日ワレポンで締めるっていう。あ、そっか、はい、それが締めなんだ。締めです、はい、なんかね、カウントダウンライブとかやってほしいですよね。みんなやっぱ帰っちゃうんですよね、地元に。東京に人がいない、うん。あ、やっぱり何、一部のあれだけ、ジャニーズグループ、ジャニーズ事務所さんとか、まあ、まあそうですよね。あとどこやんの、ドリカムさんとかやる、カウントダウンって。あ、浜崎あゆみさんとかもやるし、やっぱ相当なアーティストさんじゃないとやらないですかね。うん、なかなか人が集まらないなあ。そっか、でもクリスマスは結構お客さん来るんだね。そうですね、あ、まあ、どこのアイドルさんとか、まあ、いろんなアーティストさんもみんなやる。あ、結構競合するってことですか、じゃあ、うん、いや、めちゃくちゃあるんですよ、競合ありまくり。ぜひこちらを選んでほしい。あ、ごめんなさい、もう一回、何時からでしたっけ。何時、何時、何時でした、まあ、24日2部制です。14時から。あ、2部制か、14時から、17時から、え、あ、18時からでした。ちょっと待って待って、全然情報が今な、2部制で14時と18時。いや、18時から1つ、18時から1部、はいはいはい、はい、その後も、その後またあると。はい、おお、そうですか、はい、ということで下北ですか。もうみんな行きやすいからいいっすね、はい、はい、アクセスは良いので。え、それがフリーなの？ん、それフリー、そう、フリーライブ、それはフリーなの？第1部はフリーライブ。ああ、そうですか、へ、絶対来てほしい、はい、ただで見れる、ただで見れる。はい、はい、なんでぜひ、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それから明日のハーフタイムは、あ、新人オーディション、そんなのやんの？これ新企画ですね、オーディション。誰か連れてきてもいいっすよ。え、私が後輩、後輩。あ、いいんですか、プロデューサー的な。あ、もうごいごいぶっ込みた。弊社のタレント。いや、今火曜日がね、まずいないよね。まあ、そうです、火曜日女子いないんですよ。そうそう、ドロップさんが卒業したんで、うんうんうん、いや、新人ってあれなんですか。え、何の新人？社内で、社内、社内なの？フロムワンさんの。いらないよそんなの。伊藤さんがご、伊藤さんご利用し企画。なんでよ、タレントさん。え、誰が、そっか、候補設定。さ、絶対勝つから、ほら、なんとかこう連れてくれば絶対勝つでしょ。弊社素人ですよ。そう、ファンもついてますから。そうそうそう。だから もしフロムワンが有利だとしたら、それ1点だけで、うん、出演費がかからないっていうことの1点ぐらいなんですよ。出演費っていうか、まあ、いろんなその うんうんうん、手続きがかからないっていうことの1点しかないんで、タレントさん連れてきたら、100% 有利。本当ですか、ちょっと弊社ぶっ込みてえな。ということで、弊社ぶっ込みてえな。何これ、誰が出んだか全然わかんないんだけど。これ読んでも。イケボの営業マンや恵まれた体格を持った英国かぶれ、なんだそれ、女子フットサルプレイヤー。何、そんなのいんの全部。本当かよ、いるの、タレントが。全然わかんねえ。ニューフェイス、はい、初登場ですか、でメディア。そうですね、外髪は超えねえだろうな、やっぱこれ。なかなかあれを超える方は、うん、カムバックしてこないとね。ということで、そんな人たちが出るんで、ぜひ。いやいや、こんなこと言われたって分かんないよ。だってね、英語喋れるやつ何人もいるし、うん、英国かぶれかどうかなんて分かんないから。女子フットサル、じゃあ女子なんて限られた人数しかいねえからな、誰かがフットサルやってんだろう。誰かやってっか、フットサルなんで、まあいいや。ということで、まあちょっとどんなあの、うん、オーディション、そう、何のかちょっと楽しみに見ていただければなと思います。はい、これ誰が審査するの？
審査ってあんの？視聴者の方。伊藤さんと小松さんかな。どういう基準なんだろう。全然面白くないんだけどそれ。そんなの勝手にやれやって勝手にやれやって話じゃないの。やってこいやみたいな。社内オーディションじゃないんだ。そうそう、やって結果を出せやみたいなさ。その過程を見せるってよくわかんない。夜放送にした方がいいんじゃないのそれ。水曜日は元 J リーガーの小針さん、はい、小針さんがいらっしゃるゴールキーパーのね、すごいですよ。小針さんっておいくつぐらいの方でしたっけ。40ぐらいですかね。ちょうど40ぐらい。あ、そうだ、うん、そうだそうだ、小針さんゴールキーパーベルディのね、そうそうベルディのあのでベガルタで割と試合に、そうベガルタでかなり試合に出られて、ドレッドヘアがトレードマークのゴールキーパーの方ですよ。そうそう、僕がだからね、ヒデさんとかと同い年ぐらいなんで、中田ヒデさんとか宮本常さんとかと同い年ぐらいなんで、いくつ違うんだっけな、5つぐらい違うから、多分ね俺が小学生ぐらいの時の、小針さんってベルディのユースだったはずなんで、僕が子供の時に要は今のプレミアリーグの高円宮杯に出てたのを見に行ったことあるの、大宮サッカー場で。その時キーパーやったのは多分小針さんのはず、ベルディと武南高校の試合見に行ったことがあって、多分ね出てたと思う。うん、すげえ覚えてるそれ、すげえな読売ってって思ったから、その時まだ読売だったから、た読売すげえと思ってっていう覚えがあるんで、この小針さんがドレッドいらしていただけるということで、はい、これどういう話していただけるの、まあ元気振り返りと、はい、今どういうことに興味あるのとか、あ今おやりになってることですね、お仕事ですね、はい、はい、ということです。木曜日は、2部優勝を果たした早稲田大学、がの選手が登場してくれると、はい、おそうですか、それから金曜日はトト予想、はい、ということで、23時半からロシアワールドカップグループリーグ組み分け抽選会裏実況、あやるんだ、もう12月だ、これ誰がやるの、人ですか、うん、ミッシーかなだからさ、人材がいなさすぎでしょ、ここちょっとお金かけようよ、少しコンテンツとしてはすごいと思うんだけどなまたミッシー、またミッシーミッシーと伊藤さんと小松でしょ、だってもうこの3人じゃん基本的にね、来てくれって言われてますよ。本当ですか、言ってんですか、とりあえずミッシーみたいな盛り上がると思いますけどね、はい、うん、いや楽しみ、絶対、うんね、そうですね、はい、ということで、はい、今週末ですか、そういった意味で言うと1日の深夜ですから、いやもうじゃあ、どうしよう、決まっちゃうよ、はい、来週の月曜日にはその組み合わせをもとにいろいろ話ができるじゃないかというふうに思いますので、月曜の番組では、はい、よろしくお願いいたします。すいません、今日も長々とありがとうございました、ありがとうございました。まあ来週はちょっと短いかな、多分もう試合も少ないし、うん、はい短くなっちゃうのかな、最終節を受けてたもんね、はい、ということで、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。また、来週お会いしましょう。番組明日もあります、見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。